最初はイラスト変換クイズです。斉藤さんへの問題です。はい、このイラストは何を表しているでしょう。はい、木のイラストが表しているものは何。左上のジャンルを参考に考えよう。木の竹の椎茸。椎茸。おっしゃー、早い。助かった。正解です。答えは竹が C になっているということで椎茸でした。オッケー、イケメンな答え方でしたね。ほんまやな、椎茸。南さんへの問題です。はい、何を表しているでしょう。早いね。正解です。答えは歯の絵ということで歯絵でした。オッケー。うわ、難しい。これ福沢さんへの問題です。はい、わかりました。お願いします。何を表しているでしょう。フルート。おー、かっこいい。難しい。正解です。答えは負のルートということでフルートでした。よっしゃ、よっしゃ。椿鬼奴さんへの問題です。はい、何を表しているでしょう。手間、待て、待て、手間、髪、手間、待って、ひら、出てきた。ご、ごま、パスするか、パスするか。はい、はい、パスか。もう使えないよ、やばい、コーチチーム。ただいまの問題の答えはパーがマになっているということで、パーマでした。なるほどな。鬼やっこ、隣にヒントがあったのに気づかずパスということで、スポーツ大好きチームはパスはもう使えません。すいません。しょうがない、しょうがない。いいよいいよ、ここからここから崖っぷちからいこう。続いては写真&文字並べ替えクイズです。斉藤さんへの問題です。はい、写真と文字を並べ替えるとできる言葉は。写真と文字を並べ替えるとある言葉ができる。一体何。サラリーマン。早い、めっちゃイケメンやったな。イケメン斉藤、2連続で秒殺。その平均タイムわずか3秒。お見事。おお、なんとか。早かった、早かった。成宮さんへの問題です。はい、さあリーダー、初めてやからね今回。写真と文字を並べ替えるとできる言葉は。頑張れ。なんでこれ。先生、大先生。よし、よし、いい感じ。いいぞいいぞ。田中さんへの問題です。はい、頑張れレイナ。もうパスできないからね。写真と文字を並べ替えるとできる言葉は。ドアの目、目、え、何、あのドアやろ。ドアの目、目、メアド、違う、何、ドア、あのドア、ドア、え、わかります、みんな。ドア、のだめ。おお、ナイス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 。全然わかんない。これ難しい。マジ汗かいた。どうしよう。具志堅さんへの問題です。お願いします。さあここで問題は。よし、写真と文字を並べ替えるとできる言葉は。はい、も、え、もも、もも引き。おー、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 もも引き。あ、すごい。いやー、具志堅さん強いな。正解です。し、答えは、来てるよ、ヨーコ。もも引きでした。本番強いな、ヨーコ。よっしゃー、やる気あるぞ。調子いいね、具志堅さん。はい、もう怖いもん。続いては、同じ文字入れクイズです。はい、本村さんへの問題です。頑張れ、頑張れ。同じ文字を入れて言葉にしなさい。やばいよ。
空欄に同じ文字を入れればある言葉ができる。一体何？クエン酸。早い。ナイス。早いね。うわ早い。これはむずいですね。難しい。正解したけどもうダメな感じ。成宮さんへの問題です。はい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。苦手だなこれ。頑張れ。あ、分かった分かった分かんない分かんない分かんない。いっぱい言ったし。ただいまの問題の答えはカツカレーでした。簡単じゃねえかよ。よし、成宮さんがパスを使いましたので映画逆転裁判チームはパスはもう使えません。ごめん。大丈夫。もう来ましたね。続いて田中さんへの問題です。はい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。マジ怖い。どうしよう。昔話。早っ。食い気味でいった。すごいな。助かった助かった。ありがとう。レイナちゃん調子いいね。はい。勉強はできないんですけどね、レイナ。あ、そうね。はい。具志堅さんへの問題です。お願いします。よし。同じ文字を入れて言葉にしなさい。具志堅さんお願いします。うわ、横。エミ。なんか言ってください。なんでもなんでも。なんでも。やばいやばいやばい。お、なんか言ってください。ああエミ。いいいいエミ。あ。具志堅大ピンチ。赤が順番に入れていったら時間がかかるぞ。さらにこの後新ステージ大公開。見逃すな。やばいやばいやばい。お、なんか言ってください。ああエミ。いいいいエミ。あ、かかえかかかかかエミ。ちょっと失礼します。ほほほほエミ。今赤の始まって随分時間かかるなと思ったけど心配だったけど来たね。ほがオッケーオッケー。大丈夫？大丈夫じゃないっす。とてもいい戦いだこれ。斉藤さんへの問題です。はいはい、さあここも秒殺できるか。同じ文字を入れて言葉にしなさい。タランチュラ。タランチュラ。早いよ。ナイスだ。カタカナ難しい。南さんへの問題です。はい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。大丈夫ですか。片足だよ片足。え、あ、あや、い、いや、え、うや、ふ、えや、ひょ、か、きゃ、きゃ、なりみやくん、てん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 、きゃ、きょ、きゅ、きょ、きゃ、きょ、きゃ、え、なになに、わかりました。なになにさん、わかんないわかんない。わかんない。着床と着床車掌。もうやばいよ。よっしゃ頑張った。やった。ごめんなさい。やばいよ。切ると思ったのに。粘ったね。次俺かな。どうしよう。よかったな。向こうもやばいから。うわー、次ぐらいでちょっと危ないな。福沢さんへの問題です。はい、お願いします。同じ文字を入れて言葉にしなさい。はい、わかりました。油汗っていう。あ、油汗、油汗。おーし、おー、すげー。うわーよー。福沢さん、さえ椿鬼やっこさんへの問題です。やっこさん、同じ文字を入れて言葉にしなさい。秒殺ね、秒殺、秒殺。こっち、こっち、こっち、私のところ。ちょっと待って待って、私のところ。ちょっとごめんなさい。ゆくづく、ゆくづく、ゆうずユーズオッケー。うわあ、やばい。頑張れ。やばいやばいやばい。嘘みたい。頑張れよ。オッケー、頑張れる。具志堅さんすげえ。あいつだ。具志堅鬼奴コンビすでに限界ギリギリ。一方、成宮アキナコンビも必死の形相で耐える。これぞ究極の我慢比べ。ちょっと無理かな。本村さんへの問題です。もうダメだよ。
ナイス。おお。ナイスナイスナイス。早いよ。手ごわいな。よっしゃ。はいはい。とてもいい戦いだこれ。南さんへの問題です。はい、キナここで脱落。解答権は成宮へ。さあ答えられるか。わかんない。おうんうん、おまあいだおまあいだ。よし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 、今平気ですけど多分次で。南さん成宮さん失格です。ちなみにただいまの問題の答えは弟でした。こんなのやつやったら難しいよこれ。ここそんなの。田中さんへの問題です。お知らせ違う、おせ、おしせし、おいせい、なにこれ。あ、狭い。おらせら、なに狭い。おいせい、おかし、もう無理。なに、うちの、あ、僕の左手が。なに僕の。おいせい、おかせい、おしせや、いや、なに、おかせや、あ、おらせや、あ、危ない、危ない、危ない、解答権が福沢さんに移ります。温泉、温泉。なるほど、すごい。じゃあ次、具志堅さんですよね。今、左の脇腹がつりました。大至急の番組進行お願いします。ちなみに田中さん失格です。具志堅さんへの問題です。はい、問題見てください。ダメだ、弟。ゆうこ、弟。ゆうこ、やばい。そんな、俺もカウントダウン入ってますんで。よし、頑張るぞ。頑張ろうね。具志堅さん、椿鬼奴さん失格です。一気に窮地に追い込まれた福沢。しかも次なる相手は秒殺男斎藤。これはつらいと、その時。すいません。嘘、本当に。スタッフの皆さん、今日一日ありがとうございました。あれ、悲しきジャストミート、悲しきジャストミート。バンバン難しい問題を答えたけど、ラッキーでしたね。その出てくる場所が良かったので。なるほど、ちょうど立ってられるぐらいのところで出てきたから、ね、しかしながらね、具志堅さんも頑張りましたけどね。KO された。 KO されました。これに KO されました。さあ、ここからは新ステージ、ミイラの間。この部屋の中央にある怪しげな装置、その名もミイラ製造機。もうお分かりだと思うが、クイズに答えられないと。そう、ミイラにされる。こんな新ステージがお披露目になる。次回は森政子チーム VS 南原清隆擁する人気司会者チームの2時間スペシャル。今年でデビュー40周年、芸能界の大御所森政子が電波にまくる。対するは人気司会者チーム。南原清隆は新ステージミイラの場に挑むが、はい、そして天才子役福君は上地雄介と共に壁の間にチャレンジ。